紀元前1世紀のパリシー族の金貨紀元前1世紀のパリシー族の効果馬が描かれている表面パリシー族の効果パリシー族とは鉄器時代のケルト民族の一つである紀元前3世紀中頃からローマ時代までガリア地方のセーヌガ子に住んでいた紀元前52年パリシー族はスエシオネス族と共にカエサルに対するウェルキンゲトリクスの反乱に協力した 彼らの代表的なオピドゥムはルテティア・パリシオルムにあった。ルテティアはローマのガリア・ルグドネン出属族における重要な都市となり、最終的には現代のパリとなった。バリー・カンリフはブリテンの敵地雷共同体 P45 の中でプトレマイオスの記述に基づき、南テールパリ地域のパリシー族とブリテンに移住したパリシー族とを区別している。ありがとうございます。